で、あとここにちょっとお水をつけていただいて、ですからこの中に入れるものはお好きなものとか残ったものとか、はい、そういうのと思います。はい、こんな感じで、はい、はい、あとは、はい、あの油も入れてもいいですけど、できるだけ油を捨てるのはもったいないので、あのちょっと多めに引いて、そこで焼いていただく。はい、まずそれが、その次が、はい、タラを使った。タラ、こちらにあるんですけど、あのスピードカッターのある方は、これを雑に切って、スピードカッターでやると、もっと口当たりがまろやかになると思うんですけど、今日はとりあえずは叩いてみたんですね。はい、この日叩いて、ほんでもうちょっと私はお豆腐が残ってたので、もったいないなと思って、お豆腐も入れて、ほんであとは今日はちょっと用意してなかったんです、昆布茶。昆布茶、はい、昆布茶はこう、そうですね、量に応じて入れていただければ塩気と出汁が出ますので、そのまんまこの、あの器に、ね、器に、こんな感じで、で、これでラップをして電子レンジが早いんです。はい、で、ガスがない。すみません、この調理ですよ、電子レンジが、はい、お鍋でチャラッとした蒸すような感じで蒸すの。それから皆さんのところに用意しているこのチーズ、これの半分を出してから上に乗せてある袋を取って、きれいに、そのトマトも皆さんこう置いてあります。これを3つぐらいにして、真ん中にポショッと、ちょっと可愛らしくて、ちょっとおしゃれなんですね。はい、ですからこれもやめる、お魚も何でもいいんです、残ったもので、はい、それを利用していただくっていうのが、じゃあ今日は蒸すっていうことですね。お湯を張ったお鍋に、うん、はい、入れてもらうだけ。はい、キャップかぶせて入れていただいて、そんなにお時間はかかりませんので、白身のお魚の方がいいんですか？そうですね。ね、できれば、はい。美味しい。でも何度も、今日はタラですけど、はい、あのタラも塩タラ。ああ。味のついて、これは味の生タラですね。生タラ。ついてない。あの皆さん。割れる時は普通の生皿の切り身を買って2、3匹で、骨を取って骨を取って、トントンと叩いて、それでやればいいと思う。だからこの中には何度でも入れてもいいと思う。残ってるお野菜を入れて、そして蒸してしまえば、電子レンジしたらこれだけで500度で4分ぐらいできる。何の味もついてないってことね。あ、昆布茶ね。あ、昆布茶の味。そうですね、昆布茶だけです。で、その時のチーズも。あの、いや、これ、あの、何でもいいですよ。今日は絹ごしだけでもいいし、あの、木綿でもいいし、焼き豆腐。あの、そう、手でこう、ハンバーグを作るのも、卵も一つ入れて、はい。それで、炊きまして、少し粘りが出るまで。ちょっと水っぽいなと思ったら、あの今日ちょっと音が多いので片栗粉を少し入れてたので、ちょっとここがちょっとふんわりやった。そうそうそう、はい、じゃあとりあえず、はい、そう言ったと思う。テーブの方が先生の先生今日はあのマグロのテーブル、はい、あのちょっと先週やってみたけど美味しかったですね。美味しかった。これなかなか売ってない。そうだ、はっきり言って売ってないです、ね、あのスーパーさんなんかに売ってるとこあるんですけど、あれはね冷凍のやつで、これは今日は生のマグロの、だからスーパーさんなんかで売ってるとこ、我々マグロ業者としても集まんないんで、毎日出すことできないでしょ。だから集まったら出してるぜっていうようなあのスーパーさんがあります。
で、簡単な書の話を出荷してもするんじゃないでしょうか。で、本当に簡単らしいです。あの、まあ、うちのおじいさん、あ、お兄さんがやってるレストランで出してるんですけど、ちょっとレシピ聞いてきたら、ただこれに塩コショウです。一人で。それでフライパンで、あの、小麦粉をつけて焼くんです。まあ、オリーブオイルで焼いて。それで、この間僕は聞かなかったんですけど、この間やった時にニンニクをスライスして、少しオリーブオイルをつけて焼くとまた、今日はニンニクも用意してニンニクはね、膝も良いね。スライスも良いね。ね。じゃあ、膝の方がいい。そうです、はい、だからもしやったらこのまま一つごと丸ごと、はい、その方がいいかな。それで、焼いて若干、ね、あんまりね、熱いんで結構火が通らないと思うんですよ。意外と蒸し焼きみたいにして、そうですね、最後にちょっとで生でも食べれますから、でなかなか出ないと出ますから、それで最後にバターをとこっと乗っけるだけ。で、お好みで、お醤油で食べる。美味しそう。お醤油。なぜね、程度がいいっていうのは、マグロの白い部分っていうのは、筋の部分って皆さん嫌なんですけど、コラーゲン。だから焼くと溶ける。だからお刺身だと、あれが焼くと取らくと、だからお刺身とか筋っぽいでいらないそうなところはこういうふうに焼き鳥に出して焼いたりとか、そういうふうに食べると美味しい。私は食べたことなかったんです。アゴレアとしては尻尾、うん、今は結構貴重がられてる。魚自体だから売ってない。あの値段的に言えば、うちのお店なんかでは頼まれたら売ったりしてますよ。あったら、拾っときゃないから、拾っときゃ。もう大体ね、200円とか今持ってないかな。大きさにもよるでしょ。で、今日は皮を取ったんです。周りの皮で、皮を取った方がいいんだ。本当は皮をついたものやってもいいんだけど、皮も食べれるんだけど、マグロって鱗が強い、皮は厚いんですよ。それで、鮭の皮みたいにこうパリッパリに焼くと美味しいんだけど、なかなかもう焼けないよ。だから皮は外しました。外した方がいいと思う。だからそれをまあ、ポテトとかチャレンジして、はい、もし欲しいっていう風に第一代からどういうのか、ラゴレアさんとぜひ知り合いになって、私生の尻尾が欲しい。昔尻尾っていうのはお手伝いの人がみんな持ってっちゃった。だからそういう風習がずっと続いてるんで、マグロ買っても尻尾なんかねえなもんだっていう意識なんです。だから今こういう風に国産のマグロとか、輸入のマグロとか、このまんま来てるんで、今日我々は尻尾代も含めて買ってるんですよ。だけど、実際に見てくれる尻尾ないですよ。もちろん、尻尾でヒレが切れる。切れる包丁じゃない。だからこれも包丁で切ってるんじゃないですか。あ、やっぱり包丁で切れない。すごい。まあ、それでまたね、危ないんだ。冷凍だと切れるんだけどな。そうですよね。いや、とにかくこちらでそれが手に入ったら、皮を剥ぎ、輪切りにしていただく。いや、輪切りにするっていうのは、輪切りにして多分売ってると思います。あ、そうなんですか。冷凍のやつは美味しくないとかって言うんじゃないですよ。冷凍でも油あるやつがあるし、売ってますよ。1個の工事やつは。油のあるやつは200円だから、大きさにもこんな感じで売ってますし。それは売ってますよ。皮は取っちゃう。皮は取ってないです。だから自分で作るときに皮を取って取れてる。包丁ピッピッピッって食べると。だからそれでできる。じゃあぜひチャレンジしてください。じゃあ、そういうことで、ちょっと長々となりました。
あの調理は意外と簡単にできる、はい、あのぜひ何か分からなかったら、はい、今日は全部3人で1、2、3、4一テーブルだけ4人ですよね、はいはい、でマグロのテーブルはあの大きさが若干違ってますので大きいのが大きいのでこちらの方勝手に広げてください。じゃあすいません、ありがとうございます。